つまでそうやって拗ねているの。早く次行かなくていいの。うるさい。ナビゲーターなら黙ってろ。こんなの勝たせる気ないじゃないか。いい勝負になるなら俺だって希望が持てる。2敗、しかも手も足も出ずに2敗。これで残り10戦、どうあがいても無理じゃないか。どう戦えって言うんだ。ここの時間と現実の時間は同じ流れです。つまりあなたがそうやって泣いている間、帝王信仰褒める目跡の約束の4日が経ってしまいます。目の前の理不尽に打ちのめされていますが、現実ではこちらよりもより過酷な理不尽が待っています。ですがその道を選んだのは正真正銘あなた自身。だから同情しませんし感傷に浸ることもありません。ただ哀れだと思うだけです。ご自身が選んだ運命、後悔なき判断して行動してくださいね。私はアシストではなくナビゲーター。これ以上の干渉は行いません。次だ。せめて泣き止んでから動いては、精神が乱れていたら余計に戦えないと思いますが。ナビゲーターなら黙ってろよ。俺がどう判断するのだって自由だろうが。見てられないな。病気で拗ねたら意地を張るあたりにいる様を思い出す。そこは緑の扉。その部屋には、能力の究極系、がいます。大きなお世話かもしれませんが、先ほどの範囲にはありません。相手があまりにもあなたの戦いに網羅していた。たとえ今のあなたが数百倍強くなっても彼女に勝つのは至難ということです。はぁ、口を聞かないのは構いません。なら次私から見た12扉の難易度を S、A、B、C の4段階で評価しました。S は勝利困難、A は可能性あり、B は多少不利でも十分勝てる、C よほどミスをしないと負けない、S、それで油断していいというわけではありませんが、攻略の参考にしてください。赤、青、緑、紫、水は S ランク、大々、藍、桃、白、紅、黒は A ランク、血は B ランクです。今から入る緑も先ほどの2戦同様勝利困難、それだけは理解しておくといいですね。それもナビゲーターの仕事かよ。随分親切対応なんだな。勝ちにこだわるだけではなく、敗北前提で挑戦してみることも大事なのではないですかね。俺の嫌味は無視か、全く一人で拗ねてるのが馬鹿らしく感じるな。ちょっと仕事しすぎましたね。ミール様の側近でいたからどうもやりすぎてしまう。勝つことにこだわるのではなく、挑戦することに意識を向ける。こんな状況でそんな悠長なことを。時間が限られているということは、戦う回数も限りがある。もし同じ失敗になるなら意味のあるものにしたい。主様の覚悟は決まっているようですね。ですが私はあなたの成長の糧になるほど戦闘において温厚ではありませんよ。タイミングは任せます。どうぞお好きに。一度初心に戻ろう。何か見落としがないか、自分自身のことについて一度見直すところからだ。運法、アートラ治療ボス。両者能力治療か。考えましたね。能力の究極系から能力を奪えば有利性が奪えますからね。近接物理では圧倒的相手が有利。これはまずい。速度も負けてる。私が狩るのはオーラの攻防。いくらでも勝ち筋はある。相手だってそれくらいの予想は容易なはず。なのになんでオーラで仕掛けてこない。俺の長所はオーラ技術。体術はあれどまだ達人の域ではない。能力も知識量的に不十分。だから気にしてた。相手の長所は能力。今の一撃で体術を見たけどおそらく俺より弱い。なら予想するならオーラ技術。能力短期なら楽でいいんだけど。俺の進行が思ったより調和が取れていた。つまり相手にとって能力を奪われたことはそこまでデメリットになっていない。ならオーラ技術が高いって考えるのが普通だろうな。お前を勝手にさせてもらう。同条件、同長所でお前はどう戦う。俺はその技術を全て経験に変え、生かす。さあ、見せてみろ。お前の持つ技術を。侮辱だ。倒すでもなく、生かすでもなく、ただ利用しようだなんて。その判断、絶対に後悔させてやる。絶対に一瞬で終わらせてやる。水蓮。更新。水蓮。観察している。水蓮、しかも確実なところでしっかりと挑戦を。加速はまあオーラの基礎だな。これは結構非力な鉄カムも言えることだけど、非力はオーラで補う。オーラに偏った戦いをする奴は決まって行動前のオーラの偏りがわかる。その時間はおそらくコンマの世界。でも俺は更新を使うことで感覚の精度を上げ、察知する。そう、だから俺は基礎筋力も同時に上げた。基礎筋力があればオーラに頼った戦闘にこだわる必要がなくなるからだ。次は右足にオーラ、だけど、こんな早い段階で。これはおそらく。私だって同じ世界が見えている。あなただけの世界だと思うな。
我が盾の内を見せて思考を鈍らせたか。だけどこの威力、先の二人に比べて全然驚異的じゃない。そう、オーラが長所でも1、2かがオーラ程度だと満足なオーラ用がない。解体技術が軒並み制限されている。あの人はタフだ。その上勝利を捨てて苦手な長期戦を選んでいる。いつも通り来てくれたら私だってもっと出し惜しみせずに戦えるのに。まだ違う。これは今の俺の戦い方だ。もっと証拠、俺の原点となる戦い方は何だ。わかっている、目だ。黄金の目、と白銀の目、時間と空間を感知して戦う。それが俺の戦い方だった。1年前、俺は試したけど一切反応しなかった。故に俺は先や空間把握ができなくなって弱体化した。今も一切戻ってこない。でも今はその初期の戦い方も他の技術で代用して戦えるようになった。故に再現は可能。まずは一から戦い方を振り返れ。この先勝つために。聖天岩戸村。この光は黄金の目の代用だ。少なくともこの光を辿れば相手の行動がわかる。そして更新、これで空間感知の代用、これで回避と攻撃は別々だったけど両立させていたんだ。神道、何度も感情を打破してきた主様の奥の手、ここまでハマると面倒だとは思わなかった。だけどもう慣れた、私の永遠感とオーラを使って近距離を制してやる。悪いけどまだあなたが使えない技術を私はたくさん持ってるのよ。俺はずっと永遠感と村は俺の力の延長線上にある技術だと思っていた。オーラ技術のために正されていたけど本質は目を使うこと。俺は目を使って戦ってきたんだ。全部混ぜて全部使えたら強くなる。だから全ての技術を一つにまとめて使えば完成する力のはずだ。今でいっぱいいっぱいだ。ならどうすればまだ俺は先に進める。どうすれば今よりも前に進めるんだ。それを持ち、全てにだけで使いこなせればまだ余裕が生まれるんじゃないか。他の部位ならともかくなんで強化していた腕が？そうだよ、忘れてた。俺、竜の目だってあるじゃん。ずっとどちらかしか使えない。目でできることに限りがあるからオーラ技術で補う。そんなことばかり考えてたよ。全部目に集約すれば体はまだ余裕あるじゃん。嘘。もうヒントを得たぞ。いくらなんでも気づきが早すぎる。それにその目は。まだ早い。まだ永遠感だってまともに扱えてないのに次の段階だなんて、リスクが高すぎる。今までもあった、主様に成長を任せるとすぐ壊れるほどの飛躍的成長をしてしまう。だからメリアと私たちで調整しながら徐々に成長の過程を決めてきたんだ。それをあの子は止めないと、私がこの成長が失敗だったと主様に教え込まないと、この試練中にあの目を酷使したらまた壊れる。この時のタトはノート目に負荷をかけすぎたことで半分意識を失っている状態だった。故にこの力を受けた神が語った。タトが出した手、タトが出した一歩の足、たったそれだけで真の攻撃が貫通され。真は抵抗もできずにただタトから放たれた一点集中の一撃を。真にぶつけた、語った真はここで意識を失いその後のことはわからない。驚きました。いえ、本当、まさか言ってすぐ結果を残すとは。こうしてタトは睡眠に入る。そしてお話は変わり、石化視点に入る。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。